さあ始まりました、中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は、はい、今回はですね、はい、ちょっと私の大好きなお店をご紹介したいなと思って、はい、こっち側に入ります。はい、こっちは目印も何もないもんね。そうそうだよね、なんて言ったらいいんだろう。はい、まあいいよ。ちょっとでも、うん、あのね、すごい分かりにくい場所にあるんだけど、はいはい、もう本当に大人気のお店で、うん、あの中ちゃんがちょっと今気になってる、はい、日月火しか空いてないお店で、出たもうなんなの。いや本当、それを SNS で、まあ、告知されて、それを見てお客様が買いに来るみたいな。はい、今回あのカメラ回してくれてるのは、はい、高見氏なんだけど、うん、高見氏もご存知ですもんね。大好きです。出ました。はい、こちらです、はいはい、ベイクさん、ベーグルのお店でございます。はい、はい、もうめちゃくちゃ美味しいんで、ちょっと行かせていただきましょう。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。すいません、お邪魔します。いらっしゃいませ。まあかわいいでしょ。まあかわいいね。まあその、うん、コンパクトな。そう、ああさすがです、言葉選びの天才。ベイクの猪さんです。よろしくお願いします。あの私、広島満点ママのテレビの取材で初めてここ来させてもらったんですよ。はい、でもうその時食べたベーグルがもうめちゃくちゃ美味しくて。これか。それです。あー、掲げてくださってます。すげー、いつもそこで。すげー。いや、マジか。あの、私サインのところにあんまりメッセージ書かないんですけど、もう思わず書いちゃった。ベーグル超美味しいですって。これいつも美味しい美味しいと書いてると、そうでもなかった時にちょっとこう、だからもう基本的にはそこまで醤油込めんから、うん、美味しかったとか書かない方がいいよって言ったんだけど、そのつもりで書きました。あら、はい、ベーグル超美味しいです。もうね、私パン大好きじゃないですか、うん、でも基本ベーグルも好きなんですけど、うん、やっぱなんか違います。どう違うの。ね、めっちゃ美味しいですよね。ありがとうございます、はい、何かこだわりみたいなのあるんですか。こだわりですか。素材には全部こだわっています。はい、あのプレーンのベーグルも、そのなんだろう、粉のその種類で違うのがあるんですよね。ほら、春よ来いと、春よ来いのプレーンベーグルと、そう、北の香り、北の香り、その隣は、うん、春豊かも、ああそうそうそう、まあ、これで好みのものをちょっとこう、食べ比べしてみたりとかして、楽しいしね。違うんですよ。そう、本当に違うんよ。本当に違う。そう、本当にそうなんよ。すごい、私もう勝手に選んで食べさせてる。ありがとう。私の好きなやつを。で、今回ちょっと多めに作ってくださったんですよね。そうですね、我々がちょっとお邪魔させてもらうということで。早い時はどれぐらい。いろいろです。いろ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 です。オープンして30分でごめんなさいっていう時もあります。すごくない。あ、開いてる口がありますし、あのゆっくり夕方まで来られるお客様と楽しむ時間が増える時も。へえ、なるほど。で、よくおすすめはどれですかってお尋ねされるんですけど、うん、全部おすすめなんですよ。あ、出ました、レポーター任せ。どれか一個というか、もう決められないと。決められないです。本当にもう一品一品全部好きなので。ということで、うん、私がちょっとおすすめのものを改めて紹介していいです。お、はい、はい、第1位は、もう全部おすすめだって言ってる人の前で独断で順位つけちゃった。もちろん順位つけちゃった。私ね、もうこれ大好きなの。ダブルチョコレート、うん、これ焼くとまたそのこう結構ゴロッと入ってるチョコレートがまたこう焼けて香ばしくもあり、ちょっととろける感じもありで美味しくなる。うん、うん、分かるよ。第2位はチョコレート、間違え、待ってよ、あれ、いちごが、
いちごショコラ？あ、いちごショコラ。あ、ショコラでしたっけ？普通のやつもありましたっけ？いちごのベーグルは、はい、3月にあります。ごめんなさい。時期間違えました。あ、じゃあ、ちょっともとい、もとい。第2位。このね、いちごシリーズをぜひ召し上がってみてください。あ、上手に言うた。ちょっと待って。カットしないの？いちごシリーズ。いちごがね、もう絶対だもんね、めっちゃ美味しい。これでも春しかいただけないですよね。はい、そうです。でこのいちごにも結構こだわりが。そうなんです。ねえ、そうなのよ。どういうこだわりが。北広島町農場さんの美味しいベリーといういちごを使ってまして、うん、北広島町農場さんのいちごが有機農作物コンテストで最優秀賞をいただきました。喋るのうまいな。いやでもいちごをずっと前から使ってたんですよ、うん、我が子が賞を取ったみたいで嬉しくして。そっか、そうなんです。いちごの特徴としてはどんないちごになるんですか？味がとても濃いですね、うん、なので酸味も甘みもバランス的にあるので、加熱したものはジャムのようにドロッとなって、でいちごってそのままいただくのが皆さん一番美味しいと思ってらっしゃるんですけれども、実は加熱したりお料理に使ったりデザートに使う方が一パックでいろんな幸せになるんですね。なるほど。どうする？じゃあ第3位。第3位。終わるですね。レレ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 レアップル紅茶なんです。へえ。いやあ、コストコの一緒に買った時もそうだったけど、なんかこう合わんもんだね。あのそれぞれ分かる分かるじゃなくて、へえ。やばい、好みがいろいろあるね。あるんだね。なんかね、ホワイトチョコレートと、そうそうそう、それがね、抹茶みたいなのどうだった？あれ？あんなのなかったっ。抹茶ラテですか？抹茶ラテ、うん、あれが好き。抹茶チョコもあるよ。抹茶チョコ種類が多いもんね。これ美味しいね、これ美味しいね、言うたら抹茶となんかホワイトチョコの味がする気がします。あれが抹茶ラテ。抹茶ラテだと思います。じゃあ試食する？試食ってどっかでできますか？あ、奥によろしかったら、少し狭めですけど来ました。え、イートインができるスペースだ。中島さん、んここです。こここれは本当にイートインコーナーです。全部が可愛いね。そうなんよ、ね、おしゃれだし。はい、ちょっと中ちゃん座ってみて。ホース俺が向こう行った方がいいか。あ、大丈夫か、まだ、じゃあじゃあ、そうする、こういうことよ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、すげえ狭ちょっと待って、すごい。じゃあまずは、はい、このおすすめのいちご、はい、あ、ビジュがいい、ビジュが、あ、かわいい。このいちごは火が通ってないの、うん、で中のいちごが火が通ってるということで、うん、うまい、おいしい。うん、表面がパリッとしてて、ね、中がもっち、うん、でこの硬すぎないこのねベーグルがねいいですよ、うん、おー、うまーい、うん、フレッシュな美味しさと火を通した美味しさと、うん、両方味わえる。美味しいね、もう本当にいちごの季節はぜひ食べてほしい、うん。さあ続いてはこちらでございます。抹茶ラテいただいてみよう。はい、確認してみてください。あ、もっとホワイトチョコ入ってるんだね。だっけ、多分抹茶チョコだと思う、はい、あの私がダブルチョコレート頼んだじゃん、うん、あれの抹茶バージョンがあるの。それじゃあ、これも美味しい、これも美味しい。
チョコレートのパンチがもっと欲しかったんじゃろ。そうかそうかそうか。いやでも本当美味しいね。うん、うん、これね、あの2回目な、柔らかいお味だよね、うん、でパンってやっぱりすぐ食べた方が美味しいっていうのがあると思うんだけど、このベーグルに関しては冷凍ができるのよ、はい、それがもう本当に私はいいと思っていて、冷凍して上手に解凍して温めれば、うん、もう本当出来たての美味しさが楽しめるので、はい、さあそれじゃあ、はい、いよいよでございます。うわっ、うん、中に入っているこの加熱したリンゴがめちゃくちゃ甘酸っぱくて美味しい。美味しいね、うん、生地をこう噛み締めると紅茶の香りもふわっとしてきて納得。うん、第4位に入れよう。もう雑になってきた、ごめんなさい。もう全部1位にしましょうか。はい、ごめんなさい、すいません。はい、ということで今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、この動画がいいなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたしま す。ということでお届けしたのは中ちゃんとえっちゃんでした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。